まあ何をともあれ、部屋から出るところ、出るところ、出てからの話ですね。お、いきなり弁当。ちょっと前にさ、霧下亭に住んでた湯越幾人って人が返事したらしいんだけど。俺は春菜ちゃんと、なんでも霊に呪い殺されたんじゃないかって噂が立ったりしてするみたい。霊ってどうして？お、夏野ちゃんと話してるんだ。ほら、あの人の娘さん、交通事故で死んじゃったでしょ。その現実が受け止められなかったってのか、どんどんおかしくなってね。高齢術とかにどっぷりハマっちゃって、娘さんの霊を呼び戻そうとしていたみたいだから。ああ、なるほどね。そういえば昔、三人で忍び込んだこともあったよね。うんうん。あの頃夏野ちゃん、元気いっぱいの女の子だったもんね。今は？今はというか、これは？これはいくつの時の映像でしょうか。で、それじゃあ今の私が元気ないみたいじゃない。ああ、大人の女になっていく過程なのかな。あっと、これは失礼。だいぶ落ち着いてきたんでしょうね、年齢とともに。思い出すと懐かしいわね。私、大きな声じゃ言えないけど、実はさ、何何？なんだい？マヤ君のことが、ね。そうなの？ちょっと春な、何よその顔、薄々気づいてたんじゃないの？まあ、そうなんだけどね。おー、マヤが好き。私、春菜ちゃんが思っている通り、昔に比べたらもう勇気がないからさ、自分からは言えないんだけどね。マヤ君の方から口にしてくれたら嬉しいなって思ってるんだよね。おー、なるほど、男の方から。ん？また桐岡夏野の意識が。マヤ君か。ああって、三ツ矢もああって。だからマヤが怪しいんじゃねえの？俺はずっとマヤが気に入らない。なぜだか。さて、どこに行けばいい？みんなの方に戻ってみるか。どこに行けばいいんだろうな。すでに絶命している。ガーン。おお、びっくりした。高木の死体がない。まあ、ないわね。どこへ消えたんだ？これはあれだね。バッドエンディングを見てるから、場所はわかる。あれを見てなかったらちょっとね、高木の死体どこだって探し回らなきゃいけない気がするけれども、バッドエンディングを見てるので、こっちにあることはわかる。展開が変わってたりしてなければね、こっちに転がってんじゃないかな。来た。こんなところに死体が。地下にあるってことは、もしかしたら、高木自身が体を浄化したくなって持ってきたのかもしれないな。え、自分で自分の死体を？扉は通り抜けるっていうのに、触りたいものには触れるみたいなんだよな。まあ、触ってるというか、動かしてるって言った方が表現としては合っているのかもしれないが。そうし、水はあるな。ああ、大丈夫だ。宗師がかけたのか？二人で水筒持ってたよね。来たな？宗師、頼むぜ。あ、かけたんだ。浄化した。案外ちょろいな、幽霊。普通に高木に戻ってる。ここは？そこにいるのは僕？そうか、僕は。宗師、三ツ矢、お前たちが助けてくれたのか？あの気持ちの悪い暗闇の中から。お、なんか意識を乗っ取られてたのかな。まあな。そうか、すまない。ありがとう。なんだか自分が
化け物になったような嫌な感じだった。あれから今まで。そうし、わかってるよ。悪霊だったからだってことぐらい。大丈夫、大丈夫だ。まあ思うところはあるだろうね。なあ、高木。お前は一体誰に殺されたんだ？ね、そこ知りたいよね。人間なのか？この邸内の悪霊か？それとも俺たちの中の誰かなのか？教えてくれ、高木。残された者のためにもさ。おう。まさか内緒とか言わねえよな。僕の本当の名前が力本達馬だってことは気がついていたんだろ？メディアはもちろん本名を伏せていたけど、街では噂になっていたから。三ツ矢が3年前に戻ってきたんなら、まだその噂は耳に入ってきたことだと思う。ちょっと調べれば、僕がその犯人だということも分かったと思う。まあそこまで調べる行動力が普通はないけどな。あの頃の僕は最低なガキだった。自分が世界で一番偉いんだって、本気で思っていたバカだった。だから僕は取り返しのつかない過ちを犯した。人一人の明るい未来と、その家族のそれを奪ってしまったんだ。そうだよね。歩けなくしてしまうんだもんね。捕まって閉じ込められて、親からも見放されてから、僕は自分がいかに醜くひどかったか、ということに気づいた。それはあまりにも遅すぎることで、もうどんなに自分を変えようとしても、その行いは無意味なように思われた。でも、監獄の中で一人の男の人が救いの手を差し伸べてくれたんだ。それが今のお父さん、山口雄一だった。彼には息子がいたんだが、その息子も非行少年だったらしい。そんな息子の行いを恥じた母親は、ある日息子の部屋に火をつけて、おお、よほどひどい息子さんだったんだろうね。そして父さん一人が生き残ったらしい。ああ、一人生き残るのも辛いね、それね。なるほど、そんなバックグラウンドがあったから、この力本を引き取ることにしたんだな。僕は父さんに引き取られて、自分を変えようと決心した。父さんのためにでもあるし、自分自身のためでもあるし、何より被害者の川波陽子さんのために。それから僕は、良き人間であろうと生きてきた。ずっとずっと生きてきたんだ。そんなある日、偶然にもゆりかちゃんと友達になった。親しくなったさつきを通して知り合ったんだ。僕はいつかゆりかちゃんに真実を伝えて謝ろうと思っていた。僕が力本達馬だなと打ち明けて、心から謝ろうと思っていたんだ。そして今日、僕はその謝罪をゆりかちゃんにしようと決めた。おう。許してもらえるかはわからないけど、僕の気持ちを伝えたかったんだ。なるほどね。言わずにはおられないみたいな。それはひょっとしたら、相手の心より自分の心の苦しみを軽くしたいというわがままだったのかもしれないけれど。僕はまず、付き合ってるさつきに本当のことを伝えた。お、付き合ってるんだ。あ、そう。そしてゆりかちゃんのところに謝りに行きたいと告げた。それで喧嘩してたんだね。ああ。さつきは当然のようにカンカンに怒ってね。僕はすぐさま追い出されてしまった。それでも僕は謝らなくてはと思って。12時前にゆりかちゃんの部屋に行こうと部屋を出たんだ。そして待ち伏せ？おう、待ってるぞ。さつき？さつきの方が待ってたんだ。あんたこんな時間にどこ行こうって言うのよ。さつき、僕はゆりかちゃんに謝ろうと。そんなこと信じられると思う？え、信じてもらえてないぞ、全然。あんた本当はゆりかを殺しに行こうと思ってるんじゃないの？おお、すごい誤解されてる。自分が力本達馬だということがバレたら、またお先真っ暗の人生に逆戻りですもんね。ええー。そうか。
こういう感情の行き違いは、違う。僕は本当に思ってるんだ。あの子に謝りたいって。嘘よ。おーっと、行動早いな。ゆりかちゃんに近づかないで。あの子に手を出そうって言うなら、私は、あんたを、おい、よせよ。僕はそんなつもりじゃないんだって。きゃ、話して。いやー、わっと、事故か。事故的な感じだな、これ。ああ、当たっちゃったんだ。高き、ひー。ああ、そのまま逃げちゃったか。ああ、そういうパターンだったんだね。じゃあ、お前を殺したのは。そうだよ。サツキだ。サツキが。でも、あいつを責めないでやってほしいんだ。うわ、優しい。あいつを許してやってほしいんだ。あいつは家の事情から、暴力というものに嫌悪感を持っていたからさ。あ、そうか。その、ちょっと暴力的な人と再婚するんだっけ、お母さん。傷害事件を起こした奴なんかと付き合っていたなんていう事実にショックを受けたんだと思う。なんたって自分の母親も暴力的な男と結婚したんだしさ。それを嫌だって言ってたのに自分まで同じ道を進んでたと知って、どんなに辛いことか。そして自分自身さえその暴力で、僕を殺してしまったあいつはやばい。やばいな。あれじゃない？今大丈夫かね？今サツキは大丈夫か？きっと耐え難い苦しみを味わっているだろうか。そりゃそうだよね。自責の念に。お前も後悔の中生きてきたんだな。なんかこの中学生7人、なんかみんないろいろあるっぽいね。大丈夫か？この仲間たちは。お前がそれでいいのなら、俺たちはお前の言葉をきちんと守るよ。ありがとう。でも罪は罪だ。それはサツキに認めさせないといけない。なるべく傷つけないようにはする。それで構わないな。ああ、それでいい。すべては僕のせいなんだから。あいつは傷つくべきじゃなかったんだ。だから辛いのはほんのちょっぴりでいいはずさ。いや、ちょっぴりで済むか？これ、ちょっぴりで済むかな？お、成仏しちゃった。言っちまったか。だな。あいつの口からいろいろと聞けてよかったよ。あいつ自身も苦しんでたことが分かって。本当にあいつは変わろうとしていたんだ。いや、ちゃんと変われていたんだよ。かもしれないな。あ、さよなら、高木。お前の最後の言葉、守らないとな。よし、水を汲んでから、さつきのところへ行こうか。二人とも使っちまったわけだしな。ちゃんと汲んでおかないと、だ。お、そこら辺はなんか、ちゃんと考えてるというか、偉いね、二人ともね。さあ、ちゃんと汲んで、清めの水、ゲット。ちゃんと本当に汲んでる？水筒に入れられた清めの水、あ、空の水筒、水入れ、ああ、わざわざ二つに分かれてんだな。はいはい、ここら辺で一回セーブしといた方がいいかな。怖いんだよね。何が起こるか分かんない。さて、みんなのところに戻りましょう。あれ、またイベント？あれ？あ、三谷くん、宗志くん。おいおい、どうしたんだよ。ほんとだよ。あ、さつき逃げたか？おい、さつきは？それがさ、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。いつの間にかってなんだ。三人で固まってたらわかんだろうが。何？どうしていなくなっちゃったんだろう。その理由は一つしかないな。霊に襲われたら殺されちゃうよ。サツキがいなくなったのは、あいつが高木を殺した犯人だからだ。言うんだ。割とサクッと言うね。ええー、それって本当なの？いや、俺はまだマヤも疑ってるぞ。
ああ、高木本人に聞いたんだから間違いないよ。もうすごいとんでもない話してるよね。死んだ人に聞いたってどういうこと？みたいな。あいつが高木を殺してしまったんだ。それで、三ツ矢が高木くんを解放しに行くって言ったから。うん。まあそういうことだよね。これはやばいって思ったんでね。殺されることがバレると思って逃げたのかな。おそらく。とにかく、急いであいつを探そう。いつ霊に襲われるとも限らないんだから。うん、そうだね。ちょっと待って、ここでセーブはいいな。よし、よし、よし、よし。さつき、どこに逃げたんでしょうね。逃げるっていうこともないと思うんだけどな。なんていうか。そもそも閉じ込められてるわけだからね。どっかに隠れてる。どっかに隠れてるか？あ。あ、ちゃんと力本達磨になってんだな。今んとこ二つ。これなんか光ってんな。水の入った鍋。あれ？前こんなんあったっけ？燃やすことができる。おお、そうなんだ。お。霧か。霧。ね、これなんて書いてんだろう。わからんけど、なんか、急に文字が出てきた。これ辺見たもんね。うん、ここら辺は見ましたね。あ、あなた誰？見逃すところだった。お兄ちゃん、私と遊んでほしいな。遊んであげたら、ここで見つけて、遊んであげたら、遊んでくれたらってことかな。ここで見つけたいいものあげる。ちょうだい。ちょうだい。ほんと？ありがとう、お兄ちゃん。これは別に悪い例じゃなさそうだもんね。じゃあ、連れてった、連れて、どこに連れてく？ここで二つの部屋の違いを三つ見つけてから私のところに来てね。おお、間違い探し？間違い探し。これが違う。観葉植物的なものが違う。本棚が違うな。ここら辺は一緒だな。これも一緒。この飾りみたいなの。強いて言えば、女の子の存在が違うぐらいか。これ一緒だもんな。一緒だよな。そういうことじゃないのか。一緒。一緒だな。一緒。まあ、話しかけてみようか。わかった。じゃあ、こっちの部屋の左と違っているものに触ってくれるかな？これでしょ？違う。正解。左の部屋と種類が違うよね。他は本だな。正解。左の部屋とちょっと違うでしょ？だいぶ違うけどね。他のは分かったかな？え、お前じゃないの？お前がとはでは、あれだけど、君がいるかいないかってことじゃないの？うん？どうかしたかな？ああ、選べる。やっぱそういうことだ。わあ、正解だよ、お兄ちゃん。えへへ、遊んでくれてありがとうね。すっごく久しぶりに楽しかったよ。約束したいいものあげるね。あ、何くれるの？マッチ、マッチです。じゃあ、私はもう満足したから、行くね。え、元の世界に戻してくれるんだよね、これ。バイバイ。あ、ありがとな。あれ？お、戻れる？よかった。